はい、私は現在警察本部の刑務課に勤務をしており、警察職員の採用、退職および配置等の人事管理業務や育児等に伴う休業、休職、また各種ハラスメントに関する業務を担当しています。県警には約5700人の職員が勤務をしており、円滑に組織を運営していく上で適切な人事管理を行うことは不可欠となります。直接県民と接することはあまりありませんが、人事管理という組織運営を支える業務に携わることができ、とても大きなやりがいを感じています。はい、業務を進める中で感じていることが、社会情勢に対応した組織運営の重要性です。働き方改革やデジタル化の推進等、社会の情勢は日々目まぐるしく変化をしており、警察組織もその変化に対応した誰もが働きやすい組織運営を進めていく必要があると思っています。そのためにも日頃から自分自身の知識、能力の向上に努めるとともに、変化に対応できる柔軟な姿勢で業務に取り組むことが大切だと感じています。警察事務職員の仕事は、遺失拾得や運転免許、鑑識や情報管理業務等多岐にわたり、自分の得意分野を生かして各々が活躍することができます。また警察事務職員が直接事件事故の対応をすることはありませんが、警察官のパートナーとしてあらゆる場面で警察活動を支えています。警察活動に直結する業務に携わる警察事務職員だからこそ、常に自覚と責任を持って業務に取り組む姿勢が求められますが、同時に大きなやりがいを感じることができる職場です。より安全安心な広島県の実現を目指して、私たちと一緒に頑張りましょう。